みんなひとしきり遊んだことですし、アイテム持ったね、みんなね、巨体に帰りましょうか、そろそろ反対方向だもんね。じゃあね、スイカちゃん気をつけて。見つけたから。あ、どこだったどこだったどこだった、あ、ここあっけー、ここですみんな。とりあえず準備してレイドしに戻ってくるか。よし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 、お待たせいたしました。それではね、準備もできたことですし、早速あいつらの拠点レイドしに行きたいと思います。で、今回はね、ちょっとロケランが間に合わなかったので、またね、ブリーチング団で行きたいと思うんですけど、ちょっと待って、今まではなるべく突っ込まないようにしてきたんですけど、おいおいおい、お前ら違うやろ、今エイエイオーのタイミングじゃないちょっとさ、ね、みんな無視するのだけはやめてね、お願い。しかもですね、前回ブリーチング団が使えるって分かったんで、今回はですね、プーさんにみんなの分作ってもらいました。どうですかこれ、全員オートショットガン、やばくないですかこれ。あれマッツン、さっき渡したでしょ、マッツンの分のオートショットガン。ちょっと、おお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 マッツンのピッケルが、ちょっとマッツンのピッケルが燃えてる、何、えオートショットガンなんていらないみたいな感じかな、あくまでちょっとちょっと待ってこの状況と、スクショちょっとインスタに上げるからさちょっとスクショ撮るわいやまあさ、マッツンはなんとなくね、みんな予想通りね、やっぱりショットガン持たなかったね。今行きましょうか、じゃあとりあえずマッツンはいいや持ってるは持ってると思うんですけど、やっぱ使わなさそうですねじゃあ行きましょう。よし、みんなで撃てばこんな扉一瞬で溶かせるんじゃないですか。行きましょう行きましょう、行きようよ、せーの、ふい、行け、多分ロケランは周りにも破壊ダメージいっちゃうんだけど、おーほらほら、もう一枚向けた、もうレベル1落ちたよ、これレベル2、レベル2でしょ、2、ほらほら、2体、次ここで行くんじゃない、もうで来るよ行くよ、くそ早っ、めちゃくちゃ早いよこれ、これほらー、いたー、もう一枚ですよね、もう一枚は来ちゃいますよね。じゃああれなんですよ、ロケランとかダイナマイトだとこう周りとかドアの周りにチェストとかがあった場合、一緒にアイテムごと吹っ飛ばしちゃうんですよ。でもこのブリーチング弾は2マスかな、2マスしか届かないんですよね、距離が、飛距離が届かないんですけど、的確にこのドアだけをぶっ壊せるんで、これめちゃくちゃ使えますね。しかも今4人同時で撃ったから、もう1回分のリロードも使い切ってないぐらいだもんね。いやこりゃいいわ、これ届いてる、これ今このマス、これちょっと危ない、撃っちゃうプーさん、滑るでしょ、滑るでしょ、ここなんかこれ、ここの床っていうこのブロック、土ブロック怖っ。ああでもこれ当たってますね、一応2マス当たってんのかな、これ、いや、ちょっと待って、みんな、ちょっと待って、これ当たってないわ、やっぱりほら2マスだから、もう下に降りて、うん、そうだね、そっから撃たなくちゃいけない。これブリーチングなんドアに対するダメージはめちゃくちゃ強い代わりに、距離がもう2マス分しか届かないから、ちょっと、あっ、いいじゃん兄弟か。火薬のコスパはそんな良くないんですよ、この弾一発作るのに。ただ、まあ、みんなでやれば一気に弾も作れるし、でこれで全員で撃てばレイドもめちゃくちゃ早いでしょ、これもう多分もう湧くんじゃない。おお、1番、これ
これ下へ下へ行く感じのパターンの拠点かな。上下でなんか扉、それもまた下っすよね。ちょっとこう横掘ってみようか。うわー、土も硬いな。それなりに土地植物効いてるからですねこれね。いやこれ横に掘り進んで横から抜いてもいいんすけど、これどう。あーブロックあるわ。ちょっとわかんないですねこれ。コンクリートブロックどこまで行ってるかが。そっち側は、あーそっち側もありますね。いやこれちょっとどこまで孵化してるかわかんねえな。これドアの方が早いですねブロック行くより。いやーこれはこれ 山の上なんで、山の中腹から間抜くの難しいし。どうしたたけし、ん、チェストの中身が空っぽ。いやマジか、ちょっと雲行き怪しくなってきましたね。チェストの中身が空らしいです。全部開けた。そっちまだまだ、そっちがまだ、とりあえず2個からマジかちょっと待って、ちょっとマジ、もう抜かれてる後、あほら、あ空だ、あ空ですね。こっちは、あいやーまずいね。あここも空だわ。最後の1個に、最後の1個にかけよう。最後の1個にたまたままとめてあるかもしれないじゃないですかこれ。どう、いやマジか、え、あ最後も空だねこれ。うさすがに。じゃあ、まあ、今回オンラインレイドかなと思ったんですよ。ここの拠点を見つけてから準備して、結構まだ全然時間経ってないんで、敵もいるだろうと踏んでオンラインレイドのつもりで来たんですけど、いやーそういうことか。物資移動した感じかな。いやでもちょっと下行きましょうか。もう一個下、ここ入り口だったら、もう一個下に拠点がちゃんとね広がってれば、そこで物資いっぱい出てくるかもしれないじゃないですか。ちょまだ分かんない。とりあえず掘るだけ掘りましょう。これ先どうなってるか分かんないんで、どこまで下あるのかも分かんないですよね。こうなってくると1、よわびっくりした、あビビったマジで、マジでびっくりした。なんでこれ、ここはかまど部屋ですね。ちょっとスイカちゃんいいかい、ちょっと上から覗きたいな、どんな感じになってるか。いやこれね、また下ありましたね今ね。何階建てなのこれ。でも地下何階まであるの、ちょっと待って、ここ登れないわ。あれこれ登れないんじゃないこの足が。ああ登れた登れた登れた、ああ落ちた落ちた落ちた、ちょっと待って、引っかかる。あこれブースト気味で登ればいいか。あ下に人がいれば登れる。あオッケーオッケー、あとりあえずびっくりした、落ちるだけ落ちて帰ってこれなくなるかと思った。この拠点難しいっすね。下、えかまども空っぽ。いやマジか、これ準備してますね。もうアイテム抜いて移動、物資移動させちゃったのかな、僕らがレイド準備してる間に。まあもぬけの殻ってやつこれ。うわー、じゃあまだでも分かんないですよ、まだ何回こうなってくるとさ、どこまであるかが分かんなくなってきますよね。これ続くでしょ多分、この下もこの下もどこまであるか分かんなくなって。土地主張ブロックってあの横の範囲は限界あるんですけど、上下は確かすごい範囲までいけるはずなんですよ。で無限なのかな土地主張ブロック上下って、ちょ分かんないですけど、その上下はすごい行くんですよ高さ、上と下は。いやだからそれをうまく使った形だから、横に広げるより下に広げた方が確かに賢いですよね。知ってない、ちょっと待って、スイカちゃん登れなくなった諦めたはしご、なんかワークベンチのところに引っかかってスイカちゃん上に登れなかったらしい諦めてレイド始まったまたで抜きましょう、引き続き抜きましょう。下を抜けて抜けて抜けて、おーほーほーびっくりした。3番ここ、あーここのチェストも中身ないわ。ちょっと待って、これ登れ、あ、ちょっと、あ、登れた、登れた、登れた。ちょっと、ちょ、引っかかるね。ワークベンチで引っかかるね、そこで。ここまで来たら、もう、アイテム、どこに、おー、あ、また開いた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 。あー、次は、あー、セメントミキサー、あー、入ってないね、中身。ケミストリーステーションの4番ですね。4階か。これもう一個、まだあるよ、下。これ、どうする？もう行くしかないよね。ちょこれ引き続き行きますか。いやもうこれ何回まであると思います。私はねこれね、あと 2,3 回ぐらいで行くかのか。あ、あ、は？
たけし、うわりおい、松井、松井、え、あ、上もいる、上もいる、あ、松井やられた、え、松井やられた、ちょっとプザ、やばいでしょ、あ、ちょっと、しんかちゃんも、あ、ゆるいだけ、あ、嘘だろ、マジで、うわー、マジか、全員やられた、マジか、上3人ぐらいいた、じゃあ下も、多分下も2人かな、多分2人か3人かいたと思う、いやしかプーさんもやられたもんね、うーわ、完全に準備万端でしたね、向こうね、ちょ、マジか、え、ちょっと待って、誰スイカちゃんか、ちょっと待って、スイカちゃんの顔出し初めてじゃない、ちょっと待って、めっちゃ怒ってる、そんな顔してたのスイカちゃんね、えちょっと待って、あ、どうした、あ、なに、どうなってるの、え、ちょっと待って、え、なになに、たけし、たけし、なに、どんな格好してんの、え、ちょっと松田裸だし、え、プーさんも、プーさん裸ってか、めちゃくちゃ怒ってるプーさんが、ねえ、ねえ、ねえ、ちょっと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 、ちょっ